するしない。さあ、だんだんがついたよ。疲れちゃったの？いや、まったく。サービスエリアついたんで、たださ、お昼はさ、長野で食べるじゃん。そうだね。だから、私が食べたいもの食べていい？何食べたい？アイス。すごい食い気味できた。アイス。アイス食べたいの？まあでも今日いい天気だしね。確かにちょっとアイスは暑いからもう最近さ、夏っぽいさ、季節になってきたからさ、アイス食べたいから。じゃあアイス買いこう。アイス買いに行きたいと思います。 やったやった。ノリノリなんだけど。いや、アイスは食べたいでしょ。おいしいよ。まあまあまあ、これでいいか。じゃあいいよ。え、食べない？朝からアイスとか食べる？でも朝じゃねえし。朝だよ。そんな言うほど朝じゃねえし。朝、全然朝。でもありがとうございます。食べていいかな？いいよ。食べる？一口だけじゃ絶対ね。そんなまずそうに食うのもういいよ。あげない、絶対。お腹痛くなっちゃうんだよね。いただきます。どう？でもね、私はね、最高位仙台でね、ツッコミなのよ、担当が。なんでか知らないけど。へー。でも本当はボケたいの。でもツッコむやつらしかいないの。確かに、なんかボケボケしてる人は多い。多いでしょ。その人だってちゃんとツッコんであげないとさ。はるちゃんも言うたらさ、ボケてるつもりないのにボケてんじゃん。ボケてないよ。違う違う、ボケじゃん。ボケてないじゃん。違う、なんかそんな面白くないボケするじゃん。何これ、ディスられてるの？嘘でしょ、嘘でしょ。ブルーにディスられるの？やっぱ、いや、ブルー、なんかそのやめてる。なんかブルーすごい下みたいなやつね。いやいや、イエローのが放棄でしょ。違う違う、ブルーに放棄でしょ。安っぽいからしょうがないけど。さあ、長野着きましたね。着いたね。でも待ち合わせ場所行かないといけない。そうね、もうちょっとだね。あと、そう、もうちょっと。いや、長野来たわって感じするわ。あっち行かしてもらうね。え、どの辺が？やっぱのどかだもんね。景色のどかさが一番よね。いいよね、この田んぼ感。そうそう、もう落ち着くもんね、私。ほんと、愛ちゃん元気かな。元気でしょうよ。1ヶ月半ぶりぐらいかな。そうね、パーティーの前からも会ってなかったから。え、直哉さんはでしょ。そう、私生まれてから1回会ってっから。いいな。もうあの時ね、もうほんと軽かったからね。どうなってることやら、ドキドキ。そうやね、会いたい。ただちょっと雲が心配だよね。なんか今晴れてんのにさ、だいぶ雲落ちてきたよね。雲あ、知らない？何それ。雲知らない？雲っていうの？雲今一番流行ってるけど。どこの人の？八王子。八王子で流行ってんだ。八王子やっぱ雲言うからね。雲してるよね、確かに。これ駅なの？あ、本当だ、駅だ。さあ、着きましたー。着いたー。上諏訪駅到着いたしましたね。はいはい。さあ、待ち合わせ場所到着いたしましたー。まあ、長い道のりでしたけどね。はい、ここは上諏訪駅ですか。上諏訪駅というところらしいです。のどかな。もう、愛ちゃんと待ち合わせしてる場所です。待ち合わせしてる。もうそろそろ来るんじゃないかなと思ったら、あれ、あ、久しぶりー。元気だった？いつもさ、なんか恥ずかしそうな顔してやめてもらっていい？このつなぎで。
このつなぎ来てきたんだよ、東京から。恥ずかしい。見てこれ、あいちゃん。お仕事だよ。ありがとうございます。わざわざ上諏訪駅まで来てくれたよ。いえいえいえ、もう、お久しぶりな日向愛子さんが。あいちゃんでーす。忘れたよ。これを忘れたよ、もう。ダメだよ。思い出して、母から YouTuber 日向愛子に戻って。でも全然毎日あの赤ちゃんのうんちと鼻くそがちゃんと出てるかどうかで聞いてる。お母さん。うちらなんかむしろこっちの方着てるじゃないかぐらい着てる。確かに。めっちゃ着てる。本当に。めっちゃ洗ってる。最近これで生活してる方とか多いんじゃないか。多い多い多い。不安になるよね。元気してました？元気だった。気づいたら髪切ったんですよ。かわいい。かわいい。かわいい。いやいやいや、やらせ感すごいし、全然響かないし。髪切ってる。ということで、じゃあ着替えてるから。とりあえず、じゃあ着替えてこよう。うん。なんかほら、うちらだけだとちょっとさ。そうそう。ピンク感欲しいから。すごい、なんか久々に見るとやっぱりクレイジーだね。なんか、そうだよ。なんか懐かしく感じる。こっちはこんな電車乗ってんだから。本当に？そうだよ。車の中もこれ。公共機関はこれで。確かによく見られるけど。全然平気。まあやっぱピンクがいないと閉まらないからさ。今日はね、あのせっかく長野に来てくれたから、私がちょっといくつか場所を案内しようかな。本当に。いや嬉しい、はい。やっぱりさ、美味しいもの食べたいでしょ。食べたい。食べたい。お腹すいた。食べたい。連れて行きたいと思います。やったー。というわけで今日は久々にピンク日向が登場ということで、果たしてつなぎは入るんでしょうか。そっから。はい、でございます。入るかな。マジで不安なんだけど。さあ、ということで日向さんの行きつけのお蕎麦屋さんに到着ということで。いや、本当お久しぶりです。お久しぶりでございます。改めて。改めてね、うん、なんか髪切りました？髪切りました。20cm。そっちの方が似合ってる。いい。え？すごくいい。どの髪型も似合ってるっていうのが一番のベストな返答よね。まあ、だってベスト求めてないし、そんなに。ポンスね、やっぱ変わらないね。変わらない。2ヶ月じゃそこじゃ人変わらない。なんかね、長野県ほらお蕎麦有名じゃないですか。長野県といえば蕎麦。信州蕎麦。ああ、それ言ってくれたらわかるのに。今スキーで長野って、スキーで山がいっぱいだから、まだちょっとお眠りになってる。多分大阪に置いてきちゃったから、ね、気持ちね、テンションってやつ。そう、信州そばで美味しいお店をと思って、うん、あ、そこら辺適当に入っちゃうと、あのミーハーな県外から来た人向けのそばが出てきたりするから、うん、ちゃんと地元民がいいよっていうお蕎麦屋さんに。あ、やっぱあんま変わんないね、やっぱこっちも、こっちもあんま変わんないね。よかった、安心した。そば好き、アイクだった。そば好き、そば超好き。なんかコーナーさんのために使われるから、私も食べて。なんでやねん。そば好き。なんでやねん。食べちゃう。メニュー見てさ、選ぼう、選ぼう。いいの？そう、パンチこれビールだね。だってこれ、あれダメ。飲んじゃうか。ダメ。飲んでいいですか？いいよ、いいよ、白樺とかリンド。飲みますか？アイコ飲めないんですけど。私も飲めない。私も飲めない。私も飲めない。運転か。いや、運転じゃなくて飲めるよ。あ、じゃあ好きなの飲み？好きなの。じゃあ私はちょっとお茶を。何がいい？何するの？なんかね、めっちゃあるよ、めっちゃある。めっちゃ美味しそう。暑いからね、冷たいのもありよ、ね、冷たいのもありだね。え、ちょっと今度そっちの方にあるか、一人で見て。暑いよ。来ました、おそば。まずはるちゃんだからね。私、おろし山菜そば。はるちゃん、山菜って言葉なんか似合うわ。山菜大好きなんだよね。長野県に生まれた方が良かったね。かもしれない。これ、毎日食いたいぐらい好きです。山菜の天ぷらとかめちゃくちゃ長野美味しいからね。待って、私の次行く。いや、これやばい。めっちゃうまそう。すごい。超いいじゃん。これいい方のやつだから。高い方天生の。これが山菜の天ぷらじゃない。うん、これ美味しそう。揚げる、揚げる。でも、エビめちゃめちゃでかいよね。こっち向けの時は僕も。はい。そして、それは気合。そして、気合の。でかい。気合のせいろでございます。めっちゃ気合入ってんじゃん。なんかすっごい見え方の顔近づけるんだよ。顔に近づけたら大きさわかるな。大きさわかるな。すごーい。え、じゃあまずはね、お蕎麦の美味しさといえばやっぱ、うん、うちのブルーが得意なんですね。はい、任せ。じゃあ、あの単体で撮ってください。え、いや、一人で撮るのやめてよ。まあいい。じゃあ、すみません、お先に皆様いただきます。うわー、もうきらめいてますもんね。まず見てください、これ水切りがよく、水着もう一切濁りがない色。なんで水着入ってる。じゃあ、すみません、いただきます。
で、これそばつゆこちらにあるんですけど、まずそばつゆつけずに生でいかしていただきます。なんかネットで検索した甲斐があるね。じゃあすいません、いただきます。はい。え、妹。うわ、この腰。ぶったまげ。まずもう喉にスーって入ってくるようなお味、そしてこの喉越し、完璧なお蕎麦でございます。以上です、すいません。え、つけて食べなよ。あ、つけて食べたらあれだから、もう今やったから同じだから。じゃあ続いて平瀬さんの食レポで。いやもうさ、何や、なんだっけ、おったまげだっけ、うん、ぶったまげ。何だったの今の。ぶったまげ入れたかった。いただきます。じゃあ私はね、もうお蕎麦慣れてますけど、これだって手打ちでしょ、だから麺のさ、太さ違うんだよ。確かに違うね。なんか俺の時そんなツッコミ入れてくれなかったじゃん。全然やめてよ、そういうの。一人で喋らして。では、いただきます。一緒やん。久々にこんな美味しいお蕎麦食べた。やっぱ生の違うな。切れるってこと？そうそう、切れちゃうし、ね、速度制限になっちゃうから、連続でやらないみたいな。だから、はるちゃんの成績ちょっと見て消す、ちょっと見て消すみたいな、わかる？わかる。コムさんの声ちょっと聞いて消す、ちょっと聞いて消すみたいな。ジョルの実況やるらしいじゃん、最終日。当たり前じゃん。言ってたよね、まさしがね。私以外に誰がやんのよ。ごめんなさい、ごめんなさい、全然思ってない、今のは本音じゃない。あ、コムさんじゃないんだと思った、それを聞いて。コムさんも2回やったからない。そうなの？速度制限みたいな回数制限あんの？直哉泣くなよ、2回やったのって言われたの。あ、言ってたね。いや、好きだったんだ、ね、いや、でも、ひどかったね、この前は。だって声が出ないんだもん。いやー、なんかマッチョも一時声出ないって言ったね。いや、あれと一緒、もう本当にめちゃめちゃきつかった。というわけで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。完食、美味しかったね。いや、美味しかった。やっぱ蕎麦湯が違うよね。蕎麦湯がね、うん、トロトロいいね。めっちゃ、お茶がね、めっちゃ、うん、よく似合ってた。本当？はるちゃんが一番似合ってた。そば湯似合ってるって褒めてるんですけど。似合ってた。でも嬉しそうだよ。関西そば湯似合ってる。美味しかった。じゃあこの後は、うん、私の家族に。あ、なんと。はい、会いに、あの、久々にあの子に出ていただこうと思って。おー、覚えてるかな、みんな。動画に出てきた。まだ僕はお会いしたことないよね。あとその甥っ子。うん、私会ったよ。はい、もう2歳になりました。初めましてだ。そう、なんで、そちらに行きますよ。はい、よし、じゃあ行きます。ライン書かせていただきました。これ、あの、飾らせていただきますので、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。有名になります。有名になってないか、記念すべき一号店だ。